玲子さん、おめでとう。お祝いにお二人の安保闘争で結ばれたお二人のそもそもの始まりの話をしたいと思います。女子学生が一人死んだそうだ。不動死んだって さらに新しい一つの事実、今までに女子学生が一人死亡したことが確認されました。その他に未確認であるが二人の学友が殺された女子学生のために1分間の黙祷をしたいと思います。全員起立してください。皆さん脱帽してください。新聞記者の諸君も帽子を取ってください。それは死者に対する礼儀だ。新聞記者の諸君は帽子を取ってくれました。警官も心ある者は鉄かぶとを取れ。警官は鉄かぶとを取れ。黙祷しよう。黙祷。